こんばんは。尊いありがとうございます。ゆきもありがとう。お疲れも、プレゼントもありがとう。こんばんは。お疲れん。中村舞です。結婚してもありがとう。でもハートもありがとう。寒いよ。なんかお風呂上がりなんですよ。顔に色が全然ありません。マジで。本当ありがとう。クマ。本当ありがとう。こんばんこんばんこんばんは。結婚してありがとう。プレゼントありがとうございます。皆さんお疲れ様です。今日はね、教祖になろうと思います。教祖、教祖中村。教えを解かないとね。たらこ？たらこはグレーじゃないです。何を教えてくれるのか、この世のすべて。つみれ、こんなつみれの色あるよね。鍋に入れるやつでしょ。あれ何のつみれなんだっけ。あるよね、地蔵やん。かわいいじゃん。イワシのつみれ。暖房つけてないの？つけてます。なんと28度。私部屋の暖房めっちゃ高いんですよ、温度設定。ありがとうございます。夏ではございません。冬です。皆様服着てます。私服着てないからこういう感じなわけじゃなくて、着てます。じゃじゃじゃーん。めっちゃ電気代かからない？知りません。
なんかお金のことは基本お姉ちゃんが全部やってくれてて、私はあの払うんですけど、お姉ちゃんがなんかいろいろやってくれます。なんで、はい今月みたいな感じで。え、聞きたい、電気代どんぐらいかかってるんだろう。余分に取られてる？取られてないよ、取られても別にいいですお姉ちゃんなんで。ありがとうございます。冬の電気代高い。でも私前一人暮らししてた時に電気代がめっちゃ高くて、一人で1ヶ月1万以上かかって、1万以上かかるのって結構高いよね。そう、やばかった時あった。その頃はあの電気なんだっけ、あの床にさ敷くあったかくなるやつ、電気絨毯、電気絨毯じゃない、なんて言うんだっけああいうの、電気か、それ電気カーペットと暖房と電気ストーブ3個駆使して使って、そう、そしたら一人で1ヶ月全然高くなった。そう、電気ストーブはね大変、寒さに弱いのね。そう、でも暑さにも弱いんですよ。つまり自然に向いてないんです、私。多分私野生で生きていたら今頃もうどうなっているか本当に。暑がりで寒がり、そう。でもさ、ここ最近の日本は秋と春が少ないじゃないですか。なんなら秋なくなってきたじゃないですか。困りました。咳落ち着いてきた。あ、今日大丈夫だ、なんとなく。動いたらしんどい。あと歌ったら。ありがとうございます。あとありがとう。なんか治ったっていうかは落ち着いてるっていう感じなんですけど。うん、アイドル活動、そう、今思うようにできてないですねそうですよ、残念なことに。メリークリスマス、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ハッピーホリデイズありがとうありがとうございます。歌いたい。フリ
ちょっとなんだっけ、金色のひよこありがとう。コンタクトしてない？してる。じゃじゃーん。ささやいて歌唱？優しく歌う？ウィスパー？何？ウィスパーってどんな？こんばんは。これはウィスパー？ウィスパーカラオケ、需要あるかな、そりゃ。質問どうもありがとう。うわ、くしゃみ出そう。ここでしてたまるか。収まった。メリークリスマス、ありがとうございます。むずむずした。くしゃみをね、まだ一度もみんなの前でしたことがないんですよ。なんで耐えたか、まだ見せちゃダメ。ああ、プレゼントありがとう。今日ね、気まずかった瞬間があってさ、まひなさんとさ、うどん食べに行ったんだけどさ、あのくしゃみがさ、めっちゃ出そうでさ、むずむず我慢してたんだけどね、我慢できなくてね、あのご飯中だったんだけど、くしゃみしちゃったの。くしゃくしゃ。さあ、でもご飯食べてたからさ、なんかちょっと汚い話で申し訳ないんですけどね、口の中の食べ物がね、ちょっと出ちゃったんですよ。で、私うわーと思って、そしたらね、あのそれをね、こうあってはってなってたら、横でまひなさんがそれをね、マジで無言でね、なんか本当に、なんだよこりゃこいつみたいな目で見てて、なんか本当にマジで無言で、なんか無だって、感情が無のまひなさんが言って、なんか本当にこんで、私さ、気まずすぎて、あ、出ました、あ、くしゃみしたら出ましたってまひなさんに謎の報告してさ、気まずすぎたけさ、本当になんかさ、それでさ、なんかあの何も言わないのもどうかなと思って、出ましたって一応報告しときました。すいません、汚い話。なんて言ってた？いや、何も言ってなかった何も言ってなかったんですよ。てかその私、くしゃみがね、なんか1回で終わらないんですよ。なんかわかんないけど、2回か3回絶対に出るんですよ。だからめっちゃ連続でくしゃみしてて本当にそれをそう、ひなさんがずっと見てて、気まずかった面白い。まひなさん、まひなさん、あの瞬間めっちゃシュールだったんですよ。ありがとう。
食事中のくしゃみ、いやそう抑えようと思ったけどもう無理すぎて、やばい、もうダメだ。まひなさんはね、今日ね、うどん屋さんに行って、なんかうどんをずっと選んでて、もうめっちゃもうずっとね、何にしようかな、何にしようかなってずっと選んでたんですよ。あ、クマ、ありがとう。だるまもありがとうございます。そう。で、店員さんが呼んでない、呼んでなかったけど、来てくれたんですよ。あの、あれ頼みましたかって言って。で、あの人が多かったんでね、もうあ頼もうかなってなって、まひなさんあの決めましたかって聞いたら、まひなさんがすごい微妙そうな顔してたんですよ。でどうですかって言ったら、うんみたいな、納得の、まあ、いかんそうな顔だったんですけど、うんみたいな言って、で私は決まってたから言って、でまひなさんも頼んで、そしたらその終わった後、行った後に、その店員さんが行った後に、まだ選んでたってボソなんてまだ選んでたんだけど、悩んでた、すごい悲しそうなショックを受けた顔してて、で、ああ、まあでも一生選んでるからみたいな、私一生選んでるからいいんだよみたいな、すごい切な、うん、切なかった、なんかありがとうございます。ねえ、もうひなさん選ぶときは悩むけど、選ぶときはスパッて選びますよ。ただちょっとご飯を選ぶ時間は少なすぎた。かわいいコスプレ、え、これつみれのコスプレ、イワシのつみれのコスプレです。本日は今日、そコスプレと言ってくれてありがとう。ユッキーありがとう。火を通す前ですか。え、でもさ、イワシのつみれって火通してもずっとこの色だよね。まあ通す前にしよう。ありがとうございます。私ね、まひなさん家何回か行ったんだけどね、まひなさん家ね、いまだに場所覚えてなくってさ、なんか場所が全然覚えられなくってさ、まひなさん家毎回さ聞かないとさ分かんなくってね。でもね、それには理由があるんですよ。なんか聞いてほしい。あのさ、あの一回ね、初めて家に行くときに、なんかどの辺ですかって聞いたら、この辺みたいな教えてくれて、とりあえずこの辺まで来てって言われて近くまで行ったんですよ。で行って、で分かんないからもう一回 LINE してどこですかって聞いて、したらそこをそこ、そこを右みたいな感じで教えてくれたんですけど、全然分かんなくって、で住所を教えてくださいって言ったら、なんか住所は、なんか住所教えるよりも私が教えるって感じで、なんか電話してくれたんですよ。でそれではテレビカメラにしてくださいみたいな感じで、テレビカメラにして、でそれでは周りを映して、そこまっすぐみたいな、そこを右、それでもう一回周りを映して、そこ左
みたいな感じで、私それで5分間ぐらいそのまひなさんのナビで行くんですよ家を。だから場所覚えらんなくって、もう自分で覚える気もそうできないから、そのまひナビそうずっとテレビ電話でそこを右みたいな感じの、あーそこね、はい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 、もうちょっとねまっすぐ、はいはいはい、あ映して映して、はい右右左、あそっち左は、あーなるほどね、そこはね左みたいな、本当にもうずっとこれがずっと続いたんですよ。で一生覚えれません本当に。でもなんか私まひなさんとの待ち合わせも結構前からそれだったんですよ。なんか本当に前もなんか待ち合わせって言ったら場所どこかとかじゃなくって、それではこちらの方向へ歩いてきてくださいって言われて、必ず電話しながら待ち合わせするんですけど、歩いてって、でなんかあー見えてるよ見えてるよマイキュー見えてるよみたいな感じで遠くからまひなさん私のこと見つけてて、私はまひなさんのこと見えないから、なんかどこですかどこですかみたいな、もっとまっすぐまっすぐまっすぐみたいな、もういるよいるよいるよみたいな感じで、まひなさん、まひなさんとの待ち合わせとかすごいなんかいつもね、うん、なんか変わってるんですよ道覚えらんない。まひなび、まひなびです。じじちゃんと仲良くなれたか？仲良くなれない、あの猫さん本当に私一生嫌われてるかもしれない。なんか多分私が近づきすぎるのが悪いのかな。じじちゃんはね懐いてくれません、あんま触らせてくれない。ありがとう。うん、凶暴とかじゃなくってね、なんか逃げちゃう。確かになんか持っていきたいけどね、なんかまひなさんちの猫ちゃんなんかやっぱりなんか何ですか、健康面もあって、そうちょっとあげていいのかもわかんないから。クマありがとう。仲良くなりたい。アニマルセラピー。ありがとう。マイキュー。マイキュー犬好きだからやっぱ犬好きなのがバレたのかなやっぱね犬飼ってるんでね、実家に。無視してたら寄ってくる。そうなんよ。なんか一回まひなさん家で寝落ちしたことがあって、パタってそのままちょっと、その時になんかちょっと寄ってきてたんですよ。興味がないと寄ってくる。めっちゃ可愛い。ありがとう。あなたはありがとうございます。なんか叩いてる？叩いてないよ。パチパチいってる。リズム刻んでます？刻んでないよ。めっちゃカチカチしてる？
怖い。え、止まった。え、なに、怖い、なんもない。ちょっと待って、手が震える。何の音、何の音してました、鳴ってた、なんか音が、ラップ音する、幽霊、嘘、今こそ怒る時だな、ふざけるな。本当に物音ばかりさせて。また霊、嘘、幽霊、爪の音、いや、うん、何もしてないよ。リングカチカチカチ、うん、だって今日置いてるもん、あのスマホ台みたいなとこに。スマホ、え、怖い、イラついてる幽霊、こっちだってイラつくんだけど、本当に怖い。え、めっちゃ怖い、なんかすごい言われる、スマホをスマホを何、スマホをが、スマホの画面を爪で叩いてるような音だった。私のスマホを操作してきたな、勝手に。硬いものを爪で叩くような音、結構な音量だった。嘘、私一個も落とせんかったんじゃけど。怖い音、カチカチ、いつものやつ、これ、これでも揺らさないとならない。え、怖い。今日はやだ。音が違う。どの音？これ？こんな感じ？違う。それより大きい。こんな感じ？違う。もっと一定のリズム。リズムを刻むな。こんな感じ。高音の吐き、え、何、高い音、怖い、嫌や、爪の先、マイケル爪、え、そうよ、私さっき切ったんや、爪見て、ほんまにほんまに、ほら、じゃーん、爪の白い部分切りたてほやほや。そう、爪は0時までに切らないといけないのか、朝5時から切るの。なんか爪を深夜に切っちゃなんかいけないっていうなんかのあるじゃないですか。そういうのを聞いてからで決めてる。迷信かな、そう、親の死に目に会えないっていう、そう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 、もう何時からが夜なんかよく分からんけど、0時も遅くない、嘘、いや10時台に切ったから大丈夫。でもなるほど、ありがとう。怖い、幽霊、でも幽霊って怖がっちゃダメなんでね、幽霊は罵らないと。誰がカチカチしてた、え、怖い、分からんよ、私の部屋幽霊おるんかな。めっちゃ怖い、だってお姉ちゃんあっちだもん、あっちの部屋にいる。スマホの近くの音、こういう感じ、歯をカチカチ、聞こえんかったん、え、聞こえんかった、
全然。え、歯の音が近いの？怖い。なんかさ、私でもショールームで心霊現象みたいな何回か会ったことあるんですよ。なんか前もホテルで会ったんですけど、めっちゃ口笛、めちゃめちゃ鳥肌立った。なんかそう、口笛がめっちゃ聞こえてきて、ホテルで、ですっごい鮮明に聞こえてきて、何あれと思って、え、多分入ってたと思う、ショールームの音にも。千穂ちゃん、え、そう、口笛の幽霊2回あるの。千穂ちゃんがいた時もある。口笛の音が入ってて、なんか千穂ちゃんに口笛したでしょって言われて、してないですよって言って、え、したでしょ、してないですよみたいな話し合いになって、結局私してないんですけど、口笛、そう、口笛吹く幽霊いる。ありがとうございます。フレンズのやつ、フレンズのやつはそう、なんか、え、フレンズっていう曲を幽霊が口笛を吹いてて、それ一人の時でも今日ね、不吉なことがね、いっぱいあったの。あの、コップが割れたのと、あ、それだけでした。あ、やっぱうどん中にくしゃみが出てそうね、それくらいかな。そう、まあでもコップも私が落としてしまったんですよね、家で。で、あの、落として割れちゃって、あの、割れました。怪我してないよ。ただね、もうお姉ちゃんに謝ってごめんなさいって。そしたら、え、いいよいいよみたいな、マジ優しかった。いいよいいよって、だって割れんとなかなかねって、変えるタイミングないやん、コップってって言って。もう一つ言っとこう。怪奇現象ないんだけど、優しい、そうだよ、優しいよ。口笛？クローゼットから服がはみ出る現象。今日起きてないです。部屋が、汚れている。怪奇現象。来てはってありがとう。コンタクトが残り3つしかない。私、目が2つなのに。
なんでこれも私のせい。よくさ、コンタクトさ、あ、ダメだ、痛い、ちょっとこれは付け替えようみたいなのよくなったりするの。だからたまに奇数になったりする、あまりが。第三の目ここにないですよ。落としちゃったりとか、コンタクト。あとはないな。そう、左右度数一緒なの。一緒っていうか一緒にしたんだよね、強制自分で。分からん、一緒なんかな、一緒だと思う。ありがとうございます、一緒にしました。怖い、いやいや。目がね、あるよ。かけんのやけどね、あんまり。いや、かけるけど、ショールームとかではかけん。ゴーグルは最近、そう、なんか、あ、そうそうそう、なんかメガネ、このメガネはいただいたんですよ。いただき物で、ファンの方からの。で、私もともとゴーグルかけてたんでゴーグルをかけてるの心配だから、メガネ持ってないよねっていただいて、なんでゴーグルを封印しましたよ。私の使ってたゴーグルどこかな、ね、どっか入れた。そうそう、ゴーグルかけてるの見たことない。でもこれはね、あったあったあった、これマイナス6なんですよ。このコンタクトと一緒の度数見えるかな、これほら入ってるんですよ、度数ちゃんと。これかけたらめっちゃ目が見える。うん、コンタクトは目が痛くなるんで、つけすぎたらマイナス6なの。コンタクトもマイナス6、あ、マイナス 6.5 だったそうだ、度数上がったんだった、最近。こうしてたらありがとう。そう、これでね、なんかこれをつけて、で、バケハかぶってたんですよ、黒の。そしたら、それでコンビニ行ったんですけど、広島行きの。みちゅさんに会ったんですけど、みちゅさんが二度見してきて、私のこと、ええみたいな。でもなんか、マイキューさっきサングラスかけてたよねって言ってきて、やっぱサングラスに見えるんじゃと思って、これこれね、普通に見たらね、多分サングラスに見えるんですよね。
でもガチガチ本当に見えるのよ。おしゃれ。これはでも水泳行くときに使います。水泳行きたい。その状態でもマイキューって認知できてるの？うん、できてる。なんかでもメンバーって大体なんか服装とかでわかる。服装とか持ち物で、あ誰だなみたいなのはわかります。ありがとう。やばい、お腹すいた。ご飯食べたのに。お腹すいた。夜何食べたか？夜はね、何食べたっけ？お米とお味噌汁と、なんかあれ何だったんだろう、なんかよくわからない。私たまに何食べてるかわかんないんですよね。ありがとうございます。なんか野菜のなんか うん、あとさ、私多分目つぶって食べたら本当にいろんなものわかんない、何か。多分お肉とかも何の種類のお肉とかわからんと思う。目つぶって食べたら。キキ丸々とか一個もできんと思う。美味しければ OK。そう。美味しければ OK。苦手なお肉、あ、レバー、レバーだけあれかも、わかるかも。レバーは苦手です。生レバーっていうかレバー焼いても難しい。レバーちょっと食べる。内臓系に、でもホルモン好きだよ。大好き。何だったの？よくからん。ホルモンって何がホルモンなんかもよくわからんけど、モツってホルモンやんね。
女子はグミ好きだからね。ホルモンもそんな感じ。いや、私ホルモングミだと思って食べてない。別にホルモングミだと思って食べてません。しかも女子はグミ好きってなんや。なんですか。ありがとう。広島には千字柄というものがあります。皆さんぜひ食べてみてください。酒のおつまみ。もうお酒じゃなくてもあれもホルモンなんじゃないかな。千字柄って、千字柄っていうなんかホルモンのコンビニとかにも売ってるホルモンのおつまみ、煎じがら。私も一回しか食べたことない。何ですかそれ。ホルモンのあれ何なんですかね。ホルモンのなんかおつまみなんですけど、マジでコンビニとかに売ってるよ。だからお土産ショップとかにも多分売ってる。コンビニ売ってる。豚のホルモンを揚げた珍味。え、そう、なんか多分お酒とかに合うような感じの塩味系。うんうん、そう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 、塩辛い系。広島に来た際はぜひお酒のお供に。ありがとう。え、お店で出るのかな。でもなんか出るって言ってる人もいる。分からん。私そのなんか本当に売ってるやつを一回食べたことがあったんですけど、そう、お店とかでも出るのかな。私も名物。ん、愛媛にないよ。だから広島来て初めて見た。初知りでしたか。ぜひ。喉のチューニング。はあ、クリスマスに、あ、クリスマスに広島来られる際はぜひ。あとは皆さんコーネを食べてください。コーネ、コーネはマジで美味しいです。もう大好き、ほんまにコーネ。コーネ、コーネはお肉の種類なんですけど、めっちゃ美味しい。どこで食べれるのかな。焼肉屋さんとかも多分あるし、居酒屋さんとか鉄板屋さんとかにもあるんかな、コーネって。マジで美味しい。どこの部位か、え、分からん。コーネってどこの部位な。こうねってカタカナでこううねなんじゃけどさ、どこの部位とか分からん。何にも考えずに食べとった。ただ広島にしかないなと思ってた。ハートありがとうございます。希少部位なの。牛肉の肩バラ肉。すごい、みんなが教えてくれる。コーネとは牛肉の肩バラ肉って。
ぜひ食べてください。皆さんライブ終わりにコーネとビールと推しのチェキで乾杯。ケピー決まりです。煎じ柄もあったら、あと、まあ、推しのアクスタもう置いてもいいですよ。こう一緒に並べて、なんだっけ、あのさ、アクスタじゃなくてさ、あの棒みたいなやつ、フロップ、フロップスじゃない、なんだっけ、なんだっけ、ななんか、なんだ、フォトフロップスか、あ、それそれ、それでもいいですよ。ありがとう。もうすぐお休みだよって、ちょっと誕生日、ミッキーさん、クマネパパさん、マサさん、シーサーさん、太郎くんさん、広島コーパセリさん、東京のスワンさん、チカさん、フッチャンさん、キノペコさん、ユズキチさん、オッサンズサムさん、サンキュー、青い鳥さん、ありがとうございます。ちょっと明日ぐらいにタワーのお礼させていただきたいと思ってます。多分たくさんいらっしゃいます。すいません。お姉ちゃんと協力して一緒に書いてました。ありがとうございます。また明日です。おやすみなさい。おやすみなさい。また明日。また明日。今日もありがとう。ほんとね。おやー。